本田洋一から1912年は、日本のキリスト教伝道者、牧師、教育者、政治家、日本メソジスト教会の初代監督、青森県弘前市生まれ、新島城、押川正義、植村正久、内村勘三、二戸部稲蔵と並び、明治期日本におけるキリスト教主義教育の先駆者とされる。本田の先祖は、徳川家福代の本田氏の流れを組む。 広崎藩市、国高三百国の本田八郎左衛門久本、1823年から1896年、と、本田友の長男として1848年に、広崎浄化財府長に生まれる、幼名を徳造と言った、祖父、東作宮廷は、藩の養殖を歴任した人物であった、1858年、10歳より、広崎藩の藩校稽古官で、患者の素読、 儒学を学んだ。1865年、17歳で手回し組み師として出資して、反抗士官になる。本田は、陽明学、蘭学、英学、標法、剣術を学び、特に標法、剣術の達人として、幕末の困難な政局の中で様々な活動を行った。母親戦争が始まると、1868年6月に、広崎藩は、本田 キクチクローラを奥越列藩同盟に参加するため白井市場に派遣する。慶応4年7月11日に京都で留守役を務めていた西立平馬がこの駅から勤能派に転ずるようにとの命令書を持って帰国したことにより反論が一変して広崎藩が薩長同盟側に着く広崎藩の重役会議に出席している時に官軍側に着くことが明らかにされる。 本田、菊池、石郷海徳、工藤峰次郎、岡兵一らは、広崎藩の裏切りは、列藩同盟に対する審議にも取るとして抗議したが、箱館への転属を命じられた。本田、菊池、石郷からは、津軽藩主、津軽嗣明、黒井藩主、津軽嗣三つらの遺留を振り切って、庄内藩からの使者と共に脱藩して、庄内へ行き配信を詫びて切腹しようとしたが、 庄内藩士に説得されて止めた。そこで、9月中旬に、広崎藩兵の捕虜で部隊を編成して、庄内藩軍に加わり、秋田戦争に従軍する。薩摩藩士、西郷嗣道の指揮する薩摩軍3番小隊と、交戦する。庄内藩降伏後、広崎藩に帰藩する。戦後藩はこの彼らの行動を、岐阜として叩いて、帰国を許した。 1869年函館戦争では判明に、従い青森港で参謀になる。本田洋一監督は福井慎吾は、広崎藩の命令で、1870年に英語を学ぶために、横浜に留学した。横浜州文館で、オランダ外革派のアメリカ人宣教師の SR ブラウンらに英語を学んだ。1871年に小さな街道を建てた。 そこでジェームス・バラが開いたバラ塾に入学する。バラ塾生の本田、植村正久、押川正義がバラに養成して、祈祷会を始めた。それがきっかけで、3月10日に、日本の最初のプロテスタント教会日本、キリスト公会が設立される。本田は一度広前に帰国した後、自費で留学して1872年5月に、バラ塾に復帰した。直後、5月13日に、 日本キリスト公会の仮牧師になった JH バラから受選し、キリスト社となる。後にバラ塾の塾生と共に、1873年に開校された SR ブラウンの私塾であるブラウン塾に入学し、ブラウンから英語を学んだ。1873年に広崎に帰郷して、廃藩地検の影響で廃校となっていた東欧義塾を再校し、 その年の12月より塾長を務める。陳田捨美、菊池文之助、河村慶三、ジョン・イングらが教師になった。塾長の働きの傍ら1876年、東北最古のプロテスタント教会である、広崎教会をジョン・イングと共に設立し、初代牧師を兼務する。イングがメソジストの宣教師であったので、イングに合わせて、広崎教会及び本田はメソジストに転じる。 広崎協会の初期のメンバーの山賀元次郎、小坂慶之助、山田虎之助、佐藤愛馬路、陳田捨てみらは、伝道、教育、政治、産業、文化など様々な分野で活躍することになる。詳細は、広崎バンドを参照広崎協会を巻き返しながら自由民権運動に関わり指導的な立場になった。年に初めて府県会が開かれた 初代青森県会議長に選出された。1879年には国会請願書が出され、1881年には国会解説の御事のりが下された。ホンダの支持者は、ホンダを第一期の衆議院議員にすることを希望して、ホンダもそれを希望していた。しかし、当時の政府は宗教家が第二子になることを禁止していたので、ホンダは政治家になるか、 宗教家になるか悩んだ。1886年8月に設立された仙台 B 協会の初代牧師に就任する。1887年4月の連会会で、本田は仙台 B 協会の廃止案を提出し、可決される。しかし、鈴木義和と HW シュワーツの訴えにより、存続されることになり、7月に本田は東京英和学校へ移動した。東京では、 月地ミい教会の長老になり、青山ミー教会牧師と東京英和学校の教師になる。1888年、長見にだと再婚した。1888年9月より米国に要講した。ある日、ペンシルベニア州スクラントンの郊外を友人の岩村徹と共に散歩して、鉄橋の上で佇んでいると列車が来た。岩村が叫んでも列車が間近に迫るまで、 ホンダは気がつかなかった。危機一発で気がついて、とっさに真っ暗気に身を伏せた。すると、列車はホンダの頭をかすめて、ホンダの上着の端が裂けただけで助かった。この体験がきっかけで、ホンダは正会に進出することをやめて、キリスト教の伝道に生涯を捧げる決心をした。後に、ドルージン学校で本格的に進学を学ぶ。1890年6月に帰国後。 東京英和学校の子、主に就任し、1894年、青山学院と解消し、第2代委員長となり、17年間委員長職に、月学院発展の基礎を築く。その教育理念として、菊は、神の恵みにより、我が輩の学校より、いわゆる満を出さしめよという言葉を残し、青山学院は、満を育てる学校であると述べている。ここで言う、万とは、シンセリティ。 シンプリ式という二つの資質を兼ね備えた人物であり、その精神は、スクールモットーである、地の死を世の光へと繋がっている。1904年、日露戦争が始まると、キリスト教各派は連合して、戦時伝道部を設け、戦地を慰問することになった。キリスト教青年会同盟委員長であった本田は、第二本福音同盟会の委員長であった、尾崎コーと一緒に、 キリスト教の共同的奉仕について、劇を飛ばした。その内容は、従軍不教師または、軍隊遺門士を派遣して、軍隊のいるところで伝道すること、そして、軍人用の小冊子を内地と戦地で配布することであった。1904年5月に、第二本福音同盟会は、ホンダと中田茂春を委員として、韓国にある諸教会を訪問するという内容の書状を、 韓国キリスト教会に送った、第二本福音同盟開日路戦争は、韓日両帝国の安全と、東洋進歩平和の戦争であるが、韓国の領土で開戦したので、日本が委員を派遣して移問すると主張した。ホンダは、メソジストエピスコパルの日本年会の任命した韓国、伝道委員会の委員長を兼ねて、中田茂春を同行者にして、韓国を訪問することになった。 5月14日に筑後川丸に乗船して、16日に富山に上陸して、木浦、新川を経て、18日に京城に到着して、不評、第24連隊第一大隊で中田と一緒に説教をした。その後、各地を訪問して、6月10日には甲州に行き、14日に平壌に行き、義州に向かう中田重春と一旦別れて、菅に行った。その後、 元山に向かった。この時の韓国諸教会訪問は、日露戦争を白人対応職人種の戦いであるようにみなす世界の世論に対して、日本の立場を弁明して、韓国にいた白人宣教師らに、日本人にもクリスチャンいることを知らしめるためであったと言われる。中田重春はその時のホンダのことを、先生は武漢や役人に対して、非常に丁重に礼儀正しくし、彼らは、 こうしておけば喜んでいると言われた。宿に月床に横たわれば、すぐ寝入ったと言った。1905年には、イブカカジノスケと一緒に欧米を訪問した。また、日本では、統一的な組織で、キリスト教宣教に当たった方が、合理的と考えるようになり、1907年、日本メソジスト教会を設立する。同年青山学院の院長を退いて、初代監督となり、 日本独自の選挙組織を確立した。1909年の選挙開始50年記念会の感謝と第10講演会。過去及び将来における選挙誌の事業の講演を担当。妻の貞子も講演をする。1910年に英国エディンバラで行われた世界選挙大会にイブカカジノスケラと共に出席した。1912年2月25日に内務次官。 常コ武次郎の企画で、神道、仏教、キリスト教の三派の会堂をために、政府関者と各宗教の代表が出席した。政府は、原高市内務大臣らが出席、キリスト教代表として、本田と宮川常ね千葉雄五郎、伊深梶之助のら七名が出席した。翌日、三派の代表が再度会合して、決議案を検討した。キリスト教側は、 この街道に進んで協力して、神仏に京都同等の待遇を受けたことを喜んだ。これを三教街道という、同年3月26日、メソジスト教会西部年会のために、長崎市に滞在中、両肺機関仕方たる、腸出血等の病気で死去した。1912年4月12日夜、青山学院の行動館で、追悼会が行われ、上村正久、 中田茂春らが出席した、日本メソジスト協会最後の監督で、ホンダの甥いの安倍義宗が、ホンダの業績を記念して、ホンダ記念協会を設立した、ありがとうございます。